付与書語とは、古代満州から朝鮮半島にかけて話された付与語、高麗語、売白語、要素語、くだら語などの諸言語の総称。古代中国の資料から、これらの言語は同系統と想定されている。中国の古代の歴史書である三国志などには、満州南部から朝鮮半島北部にかけて居住していた諸民族が近しい関係にあったとする記述がある。 すなわち、三国史、高栗伝は、高栗が、不与の別種であると記るし、Y 伝には、高栗と Y の言語、習慣が、むね同じであったと記されている。また、東坂師祖殿にも、高栗と、東坂師祖の言語が、むね同じであるという記述がある。この、中国の記録から、不予、高栗、Y、東坂師祖の言語を一つのグループとしてまとめることが、 可能となる。重要な点は、ユーロー伝には、ユーローと付与高ウクリの言語が異なると記されていることである。ユーローは、祝身の光栄であるとされており、後の末活につながると死書上は記される。ゆえに、後世の満州における言語分布をもとに、末活の言語を、ズングース語と想定するのであれば、高ウクリや付与のような古代の満州南部、 朝鮮半島北部の言語は、ツングース語とは異なる。独自の言語グループを形成していたと想定することが可能となる。また、より南の朝鮮半島南部の言語と、コークリー北の言語の関係についての言及は、中国の司書にはない。こうして想定されたのが、ツングース語とも関係書語とも異なる付与補族、付与継所語などと呼ばれる言語グループである。また、 韓国の言語学者、力文は、州書に、クダラでは、王が、オラキズと語をしており、民衆は王を、吉シと呼んでいた、という記述があることと、両書にコウクリとクダラの言語がほぼ同じである、という記述があること。一方で、言語学的な分析においてクダラ語の単語が白木語と、おおむね一致することなどから、クダラでは、支配層が、不余形言語を、 民衆が関係言語を話していたと想定した。この想定を取れば、冬系言語にはさらにくだらの支配層の言語が含まれることになる。ただし、これらの想定の前提となる、冬、高栗、Y、あずま咲しその言語は、高栗語の曲わずかな単語のおぼろげな形以外の情報が残されておらず、また、 これを、ツングース語と異なる、独自の語族とする根拠の一つであるユーロを、マッカツの言語に至っては、漢字表記された人名以外の情報は皆無である。ゆえにこの仮説は、中国史料の言語類似に関する情報に、ほとんど完全に依存している。しかし、この中国史料の情報の信憑性については、古くから疑問も提されている。三上つぐや金宝官は、 コークリとイの言語が同種であるという情報の信憑性に疑義を唱えており、後者は要素の言語についての情報についても正確なものとして受け入れるのは問題があるとする。したがって現在でも付与語族の存在は仮説段階に止まっている。付与の言語については記録が少なくいくつかの仮説が唱えられている。朝鮮半島の国家、くだは コークリと連なるフヨの王族によって建てられたとする伝説がある。クダラは後に大和時代の日本と密接な関係を持つようになり、クリストファー・アイ・ベック・ウィズはこの時点の日本語にはまだフヨとの関連性が認められると指摘する。ベック・ウィズは古代の地名から140のコークリ語の単語を再構築した。この中には俗格、タイノや 形容詞連帯形、マイナス詞のように、日本語と機能が類似し、同一起源とみなせる文法的形態素が多く含まれる。しかしこの研究は、言語学的、歴史学的観点から批判がある。ボビン、アンガーなどの研究者は、コークリ語並びに、不要諸語を古代朝鮮語の一部に分類する。彼らは、知名研究によって抽出された日本語に類似する。 単語が朝鮮半島中部に特に多いことを指摘し、これらの地名が高句麗語を反映したものではなく、朝鮮半島中部及び南部における先高句麗の集団を反映したものであるとの仮説を唱えた。朝鮮半島南部の白木の歴史的古地に日本語に類似する地名が多く見られることについて、研究者たちは日本語系の言語が朝鮮半島、おそらくは そのうちのカヤにおいて話され、白木語の基礎言語となっている、との理論を提案した。アンガーは、弥生人の祖先は、朝鮮半島中部内市は、南部から日本列島へ移住したのではないかと考えている。付与高栗の歴史的古地である、朝鮮半島北部及び、満州南西部においては、日本語に起源を持つ痕跡は見つかっていない。一方で、朝鮮語系の地名は、 満州から朝鮮半島南部までの朝鮮三国全域に広がっている。ありがとうございます。